第101空挺師団はアメリカ陸軍の師団の一つ。ニックネームはスクリーミングイーグルスで、モットーは運命とのランデブー。編成自体は1918年から行われているが、本格的な運用は第二次世界大戦が始まってからであった。1918年7月23日、第101師団本部が国民軍の一部として設置され、 同年11月2日にミシシッピ州キャンプシェルビーにて改めて結成された。12月11日には動員が解除される。1921年には志願本部が予備役として改めて設置され、同年9月10日、ウィスコンシン州ミルウォーキーにて結成される。この時期、南北戦争におけるウィスコンシン義勇兵の伝統を受け継いで叫ぶわしが、 師団の象徴となった。1942年8月15日、陸軍空挺部隊の再編計画の一環として、師団が解体される。そして翌8月16日、ルイジアナ州キャンプクレーボーンにて新師団長、ウィリアム・シーリーを迎えて、改めて第101空挺師団が設置されたのである。第2次世界大戦中には、ノルマンディ上陸作戦、マーケットガーデン作戦、 バルジの戦いなど、西部戦線における主要な降下作戦、防衛作戦に投入された。第101空挺師団は日本が降伏したことを受けて1945年11月30日に復員されている。その後1948年と1950年に訓練師団として再編される。百五十四年にまた再建され、百五十六年には、 常備士団として再編されそれ以降は、ケンタッキー州のフォートキャンベルを中屯地とする。1957年に、部隊の一部が、アイゼンハワー大統領の命令で以前は白人のみ、通えた、リトルロックセントラル高校に通うようになった、黒人生徒たちの護衛についた。1960年代からは、ベトナム戦争に投入され、最初は、第一旅団のみ派遣されたが、 1967年には残りの部隊も派遣される。1968年にヘディボーン部隊に改編された。その後も湾岸戦争、コソボ紛争、普及の自由作戦、イラク戦争などアメリカが関与した主要な戦争に派遣されている。アメリカ陸軍において通常の不評次第が基本的に集単位で編成されるのに対し第101師団は 予備役師団として、すべての州の予備役が招集されて編成されたために、オールアメリカンとして知られ、第82空挺師団とともに、米陸軍の精鋭部隊として知られる。この、州から独立した精鋭部隊という位置づけは、州政府の人種隔離政策を連邦政府が実力で覆した、リトルロック高校事件での活躍につながることになる。第1 1空挺師団組織図。 ありがとうございます。